ダーワートソンは、イギリスガンジーセントピーターポート出身の女子、プロテニス選手。2016年ウィンブルドン選手権混合ダブルスで、ヘンリー・コンティネントペアを組み優勝した。これまでに WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス4勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス38位、ダブルス39位。身長170センチメートル、体重63キログラム。 右利き、バックハンドストロークは両手打ち。ワトソンは7歳でテニスを始め、12歳の時にニック・ボロテリー・テニス・アカデミーに通うため、アメリカ・フロリダ州に移住する。2009年全米オープンのジュニアシングルスで優勝し、この年から ITF サーキット大会に出場を始める。2010年ウィンブルドン選手権で主催者。 水戦選手として4大大会に初出場し1回戦で、ロミナオプランディに4から6、6から1、3から6で敗退した。2011年全仏オープンでは、予選から勝ち上がり2度目の4大大会に、出場、1回戦で、ステファニー・フォレッツを7から6、6から1で破り4大大会初勝利を挙げる。2回戦では、第16シードのカヤ・カネピに1から6、 3から6で敗れた。全米オープンでは1回戦で、第3シードのマリア・シャラポワと対戦し、第1セットを奪ったが6から3、5から7、3から6で逆転負けを喫した。2012年ウィンブルドン選手権は1回戦で、イベタ・ベネソバを6から2、6から1、2回戦では、ジェイミー・ハンプトンを6から1、6から4で破る4大大会では初めて3回戦に、 進出した。3回戦では、第3シードのアグニエシュからドアンスカに0から6、2から6で敗れた。バンクオブウエストクラシックではマリーナ・エラコビッチと組んだダブルスで、初めて決勝に進出し、ヤルミナガイドソバ・バニア・キング組を75、76で破り初のダブルスタイトルを獲得した。地元のロンドン五輪にも出場し、シングルスは2回戦で、ロシアのマリア・キリレンコに、 ローラ・ロブソンと組んだダブルスでは1回戦で、ドイツのアンゲリック・ケルバーザ・ビーネーリ式組に6から、1、4から6、3から6で敗れた。10月の HPO オープンでは、単覆で決勝に進出した。シングルスでは、超外定に75、57、76で勝利し、シングルスツアー初優勝を果たした。 イギリス女子選手のシングルス優勝は1988年のサラゴーマー以来で24年ぶりの優勝であった。クルムダテキミコと組んだダブルスでは、ダケル・コップス・ジョーンズアビゲール・スピアーズ組に16、46で破れ準優勝となった。2015年1月のホバート国際決勝で、マディソン・ブレングルを63、64で破り2年3ヶ月ぶりのツアーに証明を挙げた。 2016年ウィンブルドン選手権混合ダブルスで、ヘンリー・コンティネントペアを組み決勝で、ロベルト・ファラーアンナ・レナ・グローネフェルト組を76、64で破り優勝し初の4大大会タイトルを獲得した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。